皆さんこんにちは。僕はですね、千葉県の成田空港にいます。今ですね、日本に、フィジー、オセアニアのフィジーから帰国したんですけども、今の時間がね、午後8時4分になっています。でですね、実は明日大阪の北大阪急行の箕面茅野駅開業するんですよね。で、まあやっぱりね、行った方がいいかなということで、ね、今年ね、ダイヤ改正いろいろ乗ったじゃないですか、新規開業とか。なのでここでね、大阪、地元ベースの大阪のやつをね、行かないっていうのはちょっとどうかなということで、ちょっと今からね、大阪に向かいます。で、なんとしてもちょっと明日のね、箕面茅野から出る、千里中央と箕面茅野の間ですね、こちらの新規開業のちょっとできるだけ初発列車に乗りたいので、ちょっと今日中に大阪に行かないといけないんですよ。でも本日飛行機すべて終わってます。なのでちょっと今から鉄道を使って頑張って大阪行くんですけども、正直結構ギリギリなんですよね。で、次の成田エクスプレスとかを使ってると新幹線間に合いません。今回ね、あの大阪行きの高速バスも全部満席なんですよ、今春休みシーズンなんで。なのでちょっとドタバタするんですけども、なんとかちょっと新幹線使って最初の乗り継ぎで、もうちょっとでも遅れられるとね、そこで試合終了なんですけども、今からやっていくんでよろしくお願いします。もう帰国して早々ね、急いで大阪まで帰るっていう、ちょっと大変なことやるんですけども、どうしようかな。とりあえず成田空港なんですけども、激混みで、スカイライナーは、次のスカイライナーとか乗っても間に合わないんで、とりあえずこの20時8分発ですね、アクセス特急の、こちら利用してまずは東京方面に向かいます。京成の列車がやってきました。一般列車になります。アクセス特急の西馬込行き、こちらを使いまして京成高砂に向かいます。西馬込でいいんだね、読み方がいまいちよくわからん。京成高砂まで行って、とりあえず今からね、日暮里に向かいます。もうとりあえず乗り換えナビの指定する通りに進んでいきますわ。うわ、結構混むな。これもこの時間の成田空港、インバウンド客だらけ、めっちゃゴミですわ。うわ、マジか、これ大変だな。一番最後に乗ります。これ成田スカイアクセス線ってやつなんですね。いまいちよくわかんないんだけども、乗り換え案内がこれ指定するんで、これ乗っていきますわ。早そう。普段 JR しか使わないんでわかんないんですよね、正直。京成とりあえず今日中に新大阪に着ければ問題ないです。はい、ということで成田空港出発して40分ですね、京成高砂に着きました。この列車ね、乗っていくとずっと地下鉄の方、都営浅草線の方に直通していくんでダメなんですよね。まあ、これ乗っていっても、まあ、最終的に品川方面に頑張って乗り換えたらいけるんですけども、それするとだいぶ時間かかるんで、ここで降りまして乗り換えるのはこの20時49分ですね、特急上野行き、京成本線の特急に乗り換えて日暮里に向かいます。で、日暮里で JR 線乗り換えて東京駅っていう形になりますね。いや、今ね、リゾート地から帰ってきたばっかりなんですけども、そのリゾート気分で日本の帰宅ラッシュの列車に乗ってたんで、ちょっとなんかすごい違和感もあるんですけどもね。はい、なんとか到着でございます。もうね、全然わかんないんだよ、この辺。関西の施設とかならね、まあわかるんですけども、関東施設ってもう京急しか基本使わないので、もうそれ以外言われてもね、いまいちはてはてって感じで、まあなんとか乗り換え検索見ながらね、やってます。まあさすがにね、スマートフォンさえあれば迷うことなくね、行けるんで、その辺はね、大丈夫です。はい、ということで、もう多分上野行きすぐやってくると思うんで、それに乗り換えます。京成本線の上野行きの特急がやってきました。あ、始発かなと思ったら違うんだ。これで日暮里までだいたい10分ぐらいかな。もうそんなに遠くないですね。日本寒い。よし、では乗ります。はい、ということで日暮里着きました。21時2分です。で、6分の京浜東北線乗らないと終わりです。なんとかですね、間に合いました。で、あの新幹線の切符もね、受け取ってきました。ちょっと今回エキネットから購入してるんで、切符の受け取りが必要なんですよ。で、もう東京都内から乗車券使いたかったんで、東京都内から買ってます。いや、
本当ギリギリ、もうこれ乗り遅れるとね終わりです、はい、でサンライズっていう手もあるんですけども、サンライズだとね今日中に着けないんですよ。で明日ね朝一姫路で降ろされるじゃないですか。姫路で降ろされてね、そこから大阪に戻って北大阪急行とかやってるとね、もうすんげえ遅い時間帯になっちゃうんで、なんとしても今日中に新大阪日付変わるまでに着きたいんですよね。なんとか間に合う。ここまで命かけるようなことでもないと思うんだけども、でもちょっと今年はねいろいろやってるんで、もう来年からこんなこと絶対しないですけどもね、しんどいわ。ということで無事ね京浜東北線乗り込みました、これで東京駅までだいたい12分ぐらいかかるのかなで行ってくれます。で東京駅で21時24分発なんでギリ間に合いますね。もう次の京浜東北線山手線だと間に合わない、本当にラストですこの列車がね。弁当買う時間ないかな。でのぞみ号最終なんでめっちゃ混んでるんですよ。なので今回あのグリーン車予約しました。グリーンなら結構空いてた。はい、ということで成田空港から1時間と10分弱で東京に着きました。で、まあ、東京に着きましたで、ね、のんびり言ってる場合でもなくて、あとだいたい5分少々で東海道新幹線ののぞみ号東京行きが、東京発新大阪行きがね出るんで、このまま新幹線乗り換え改札に進みます。まあここまで来ればもう特段のトラブルがない限り大丈夫ですね。明日の切符買ってるとかじゃない限りね、うん、今日ですね大丈夫です。あ、弁当買いたかったけど無理だな。あ、そっか、今日グリーンなんで車販があるね。行けるか、帰るか。弁当や祭りがあるわ目の前に。ちょっと行ってみよう、まあ、ここまで来ればもう庭みたいなもんなんで行けるでしょう。ちょっと弁当買ってから新幹線乗ります。弁当の購入も済ませました。今回はこのにぎわい福弁当というのを買いました。北陸新幹線敦賀延伸記念ということで、まあ、東海道新幹線にとってはね北陸新幹線ライバルになると思うんですけども、まあ、これをちょっと東海道の車内で食べます。ちょっと袋もらってないんでね、なんか万引きしたみたいに映るかもしれないけど、ちゃんと1750円ね払いましたから、はい。よし、では他乗り換えに行きましょう。もうあと3分ぐらいで出発します。いや皆さん、あの本当こんな万引きしないようにね、誰がすんねんねふうに思うかもしれないけど、こんな良くない。もっと時間によ余裕を持ってね行動しましょうって自分に言い聞かせたいです。東海道新幹線乗り換え改札に来ております。21時24分のぞみ263です。新大阪行きの最終、品川、新横、名古屋、京都終点、新大阪の順に止まります。ホームに上がりました。いや、なんとか間に合ったよ。ちゃんと3分前にホームに来れてるんで、まあ、これで問題ないかなと思います。のぞみ263号新大阪行き、久しぶりに乗りますね。東海道新幹線の下り最終列車になります。今回はグリーン車8号車を予約しました。飲み物買ってないけど、まあいいや。L700、 うわスモール A だ、残念。いや、もうそんな言ってられないね。乗りますよ、はい、スモール A になります。で今回いつもの10号車逆に混んでたんで8号車選択しました。でもそっか、喫煙ルームも廃止されたからもう10号車のグリーンがちょっと空いてるみたいなことはもうないんだね。今後関係なく埋まります。よし、よし、のぞみ263これで大阪に向かいます。車内入りましたが、なんか向かい側の列車信号の確認してるみたいですね。なので少し発車が遅れます。
ありがとうございます。Welcome to the Shinkansen. This is the Nozomi Super Express bound for Shin Osaka.品川、そして新横浜を出発です。21時46分、約4分遅れで新横浜駅を出発しました。まあ、今回の列車なんですけども、まあ、終電間近にね、新大阪到着、23時45分着ということで、まあ、この後ですね、新大阪駅から乗り換える方、JR の在来線接続ギリギリの列車に関しては車掌さんが後ほど放送してましたね。乗り換えられる方は車掌に申し付けくださいみたいな感じで、まあ、なのでまあ基本的にはね、接続は取ってくれると思います。ということでね、今回駅弁購入者のこちらになります、にぎわい福弁当ということで、だいたい2時間半くらい前かな、機内食食べたんですけども、ちょっと量も少なかったんでね、改めて晩ご飯買いました。まあ、北陸の山の幸、海の幸がふんだんに使われているお弁当ですね。真ん中はお寿司になってます。めっちゃうまそう、やばい、よだれ出てきそうだわ。ちょっとね、やっぱ N700 スモールAなんで揺れが結構激しいね、ガタガタ揺れてます。で、これ静岡茶なんですけども、車内販売で買いました。モバイルオーダーサービスで170円ですね。スイカも使えます。まあ今日の晩ご飯です、これが。今列車多分小田原とかその辺を走行してるぐらいかな。まあもう疲れてるんで、ゆっくり食べてね、のんびり過ごします。やっぱり新幹線、特にのぞみ号はね、めちゃくちゃ早いです。弁当食べてのんびりしてると、この列車すでに静岡県静岡駅を通過しています。あっという間に静岡ですよ。在来線の普通列車とかで移動するとね、ちんたらちんたらとかなり時間かかるわけですが、あ、これお願いしていいですか。ありがとうございます。新幹線だとあっという間です。で、今あの L700 のスモールAに乗ってるんですけども、やっぱ揺れますね。正直東海道新幹線で N700 のスモールAが来ると外れなんで、まあ、自由席乗るときとかだとね、もう割と
次の列車見送って次の列車待ったり、ね、することも多いんですが、まあ、今日の場合はねこの263号がもう最終列車なんでこれ乗り遅れると終わりですからね。一体いつまでスモール A は走るんかな。最近もだいぶね N700S が増えてきてますけども、まだでもスモール A も結構見ますよね。早く全部 S に、ああ僕はラージ A が一番好きなんですけどね、ラージ A と S に置き換わってほしいですね。列車は名古屋駅に停車中です。また信号待ちで遅れが拡大して約4分遅れで名古屋出発する感じですかね。22時58分発ですがすでに時刻は23時2分になってます。名古屋で結構お客さんおりましたね。ただまあやっぱ新大阪まで行く人がかなり多いのでまだグリーン車結構混んでます。もう上り列車の運転はすでに終了。あとは名古屋駅に到着する名古屋止まりの列車を残すのみですね。普通車の方はかなり混んでたみたいで、最近はなんか平日土日あんま関係なくいつでも新幹線混んでますね。岐阜羽島米原を通過して次の停車駅は京都です。途中で終了。
本日東海道新幹線遅れの影響で JR 西日本在来線の方もねしっかりと待ってくれるみたいですね。最終電車新快速西明石行きは成田空港を出発して4時間も経ってないか3時間と40分ぐらいですね。無事本日中に新大阪に着くことができました。京成のアクセス特急を使って京成高砂で京成本線の特急に乗り換えて日暮里、日暮里で京浜東北線に乗り換え東京、東京でのぞみ263号に乗り換えて新大阪という流れになりました。今回はですね、一本の列車でも遅延、一本でも逃すと今日中に新大阪にはたどり着けなかったんで、いかにね、日本の鉄道が正確に動いてくれて本当に助かりました。3分遅れで終点の新大阪に到着しました。いやー、のぞみ263号、あっという間に東京から新大阪まで、ね、連れ帰ってきてくれましたね。まあ、2時間半という時間でしたけども、いやもうやっぱり M700 のスモール A は結構揺れるんですけども、まあ、でもねこの車両ももうそんなに長くないと思う。 X79 ってだいぶ後の編成ですよね。なのでまあ早め今のうちに乗っておくっていうのもまあいいのかもしれないですね。まあ、僕的にはいつも言ってるが N700 ラージ A がね一番好きな車両になります。はい、ということで、まあ、無事にね本日中に帰ってこれたということで、まあ、今からホテルの方に移動して明日は朝から北大阪急行ですね、箕面茅野駅の動画撮れたらいいかなと思います。もうおそらくそっちの動画もさっき出てると思うんですけども、まあ、実はその動画を撮るためには、まあ、結構頑張ったっていうねお話でした。はい、ということで、まあ、今回の動画はねこの辺で終わりたいと思います。今回は成田空港から新大阪駅まで鉄道を使ってギリギリの移動でした。20時8分ですね、成田空港の空港第2ビル駅を出る列車に乗ればなんとか当日中に頑張ればですね、まあ、今回のように帰ってくることは一応できるようになってます。はい、ということで本日の動画はこの辺で終わりだと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。新幹線お疲れ様でした。